驚愕。ナンバーアンダーライン愛の秘密のプロジェクトとはファンも知らない裏話を大公開。ファン必見。ナンバーアンダーライン愛が世界中で挑む新たなステージとはナンバーアンダーライン愛の3人には、世界中のどこへでも飛び出していってほしいという思いが強くあります。それがアジアであれ、アフリカであれ、ハワイであれ、アメリカであれ、そしてもちろん日本各地であれ、どこへでも。 その理由は、彼らが持つ才能と情熱が、場所を選ばずに輝くと信じているからです。デビューからまだ8ヶ月しか経っていないにもかかわらず、彼らはすでに多くの準備と努力を重ねてきました。タッキーが言っているように、まだまだ多くのことを準備しなければならない状況にあります。それでも、彼らは忙しいスケジュールの中で、SNS を通じて仲間や世界的に知られる方々と楽しくダンスコラボや写真、 動画をアップしてくれています。これらの活動を通じて、彼らは私たちファンに純粋な楽しみを提供し、できるだけ寄り添って幸せにしてくれます。しかし、誹謗中傷という形で彼らを傷つける人々も存在します。これらの悪意あるコメントは、まるでバイキンのように広がりやすく、彼らのメンタル力、免疫力を試すものです。私たちファンとしては、彼らがこれに負けず、 さらに強くなっていくことを願っています。そして、法的な罰則強化という形で、これらの誹謗中傷を根絶していくことが必要だと感じています。英語の勉強や身体の健康にも気をつけながら、彼らは前進していくことでしょう。まずは、24日の飛べ番を楽しみに待ちたいと思います。彼ら5人の絆は絶対になくならないものであり、離れたくて離れたわけではないと聞くと、 その切なさが胸に響きます。今は3対2の状況で荒れている部分もありますが、推しを応援する気持ちはファン全員が同じはずです。これからも変わらずナンバーアンダーライン愛を応援していきます。彼らの活動には、単純に準備期間が必要なだけであり、金プリへの配慮というわけではありません。ジグヒラが飛べに入ってからまだ半年も経っていないし、キシ君に至ってはまだ5ヶ月しか経っていません。 タッキーも言っていたように、曲をリリースすることは簡単なことではなく、多くの人が関わり、時間もかかるのは当然です。特にデビュー曲は非常に重要なものであり、なおさら時間がかかって当然です。急いで中途半端なものを出されるよりも、時間をかけて本人たちが納得できるものを出してほしいと思います。5人全員がティアラのことを一番に思ってくれている証拠であり、 その絆がますます愛おしく感じられます。ステージ全体を見を取りさせないためにも、3人のバックにはプロのダンサーだけを起用してほしいという声もあります。これは彼らが過去に縛られず、自由にやってほしいという願いからです。過去のことは過去として、そこに縛られることなく、新しい挑戦に向かって進んでいってほしいのです。5人はそれぞれの道を選びましたが、 その選択には深い意味と覚悟がありました。最後のアルバムには思い出と感謝がいっぱい詰め込まれており、5人の旅を通じてその絆がさらに深まったことを感じさせます。新たなスタートを切った彼らは不安とプレッシャーの中で覚悟を持って前に進んでいます。お互いを尊重し合いながら切磋琢磨する姿はデビュー前から変わらない彼らの形です。そして、 これからもファンと一緒に進んでいくことでしょう。5人は最後に MR というアルバムにメンバーとファンへの感謝を詰め込んでプレゼントしてくれました。ファンはその思いに応えるように最上級の記録をプレゼントしました。この関係性はとても素晴らしく、お互いが助け合う姿勢は感動的です。インスタライブの時間もファンがどちらも見られるようにと考えてくれていたのだと思います。しかし、 同じ時間に行うことで邪魔しにかかっていると感じる人もいるかもしれません。そのため、そういった面倒なことを避けるために時間を考慮していたのかもしれません。曲を出さなかったことはあまり関係ないと思います。CD としてリリースしなければ MR5 には影響しないと思います。JR 時代に歌っていても CD 化されていない間がたくさんありますから。 YouTube やインスタライブだけで聴ける曲があっても良いのではないでしょうか。それでファンが楽しめるなら十分だと思います。5人の絆が強いのは良いことですが、そこまで気を使わなくても良いと感じることもあります。退所して1ヶ月、本当に寂しいと感じることもありますが、その中でシンくんとトべに合流したことは幸せでした。旧事務所の問題で圧力がかかることもありましたが、 彼らはその中で強く生き抜いてきました。ガン君が合流して、素晴らしい一年を過ごすことができました。来年はライブ開催を期待しています。早くせいで3人に会いたいです。翔君やジン君がキシ君の対象を待たずにトベへの移籍を発表したのは、ファンの悲しい時間を短くするためだと感じました。キシ君の対象を待てば、10月までは表に出てファンを安心させることができないからです。 七夕の発表があったおかげで、インスタなどで触れることができて心が軽くなりました。ファンのことを考えていつも動いてくれる3人がとても好きです。MR5 はファンではない友達も買っていたし、最高の6人であることは間違いありません。ライブに行きたいけど当たる確率が低いので、良い行いをして神頼みするしかありません。来年が楽しみで仕方ありません。翔くんは、 五人の絆は花火のように散りませんと言っていました。本当に素敵な関係で、お互いを思い合う優しさが感じられます。来年からの活動が楽しみです。お互い切磋琢磨しながら身体をああぎじにしつつ、頑張ってほしいと思います。五人の絆は永遠であり、これからも応援していきます。コンサート会議室で大きなホワイトボードを前に、 ファンを喜ばせるために一生懸命に構成を考える3人の姿が目に浮かびます。翔くん、真くん、ガンくんはいつもレンくん、アくんを気にかけています。素敵な兄3人です。ナンバーアンダーライン愛のデビューが本当に楽しみです。来年の活動を待ち遠しく感じながら、彼らの新しい挑戦に期待しています。トベ版の最後に、ナンバーアンダーライン愛からのお知らせがあることを願っています。 彼らの歌声を聴くことができる日を心待ちにしています。キンプリのお二人は様々な活動を行っています。新曲はミナンナが注目しているし、彼らがどのような楽曲を作り上げるのかを楽しみにしています。時間がかかるかもしれませんが、待つ価値はあると信じています。売り上げの集計が11月末くらいまでだったため、今月中にリリースすれば来年分になる可能性があります。 できるだけ早く聞きたいですが、彼らが納得のいく作品を出してくれることを期待しています。これからもナンバーアンダーライン愛を応援し続け、彼らの新しい挑戦に期待していきます。彼らが金プリだったことは間違いない事実ですが、今はナンバーアンダーライン愛として新しい道を歩んでいます。3コロン2で進む道は違いますが、5人の絆は何も変わりません。来年がとにかく楽しみです。 ナンバーアンダーラインアイの今後の活動が待ち遠しくて仕方ありません。心理的には早く曲を聴きたいですが、3人が中途半端なことをするとは思わないので、楽しみにしています。今年はキンプリとして活動してきて、シングルやアルバムともにミリオン達成し、年間1位を獲得するなど多くの記録を打ち立ててきました。沈黙を保っているのは、 来年に向けて新しいことに挑戦するための準備期間なのかもしれません。来年はナンバーアンダーライン愛として新年を迎え、新しい挑戦をどんどん行っていくでしょう。ファンとして彼らの新しい楽曲のリリースを心待ちにしています。